はい、どうも、のびでてギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらのダイソーで発売されております極細ボディシャープペンということで、極細にですねちょっと惹かれてしまったので、今回はですねこちらのシャープペンシルをですねご紹介できればなと思っております。後ほどですねこちらのシャープペンを使ってですねアートの世界もお見せしようと思いますので、ぜひ最後の最後まで楽しんでいただけると嬉しいなと思います。こちらですねダイソーでですね110円税込みですね、110円で売っておりました。こちらですね HB で 0.5 ミリの芯の太さ、そしてですね手帳に最適っていうのが書かれておりますね。まあちょっとね中身開けていこうかなと思っております。まあね、もうダイソーというか100円ショップでさ、マジでいろんな文房具ありすぎてさ、どれがいいのかよく分かんなくなってきますよね。でもねそれがですね、僕もなんか文房具好きとしてはですね、なんか探すのが楽しいっていうのもありますので、まあその楽しさもですね、ぜひ皆さんにはですね知っていただけると嬉しいなと思っております。まあ、こちらですね触ってみると分かるんですけども、今まで出会ってきたシャーペンの中でもマジで一番細いと思いますね。それぐらい細いんですけども、でもねこの細さだけど意外にねちょっと重いんだよね。それがですね、まあなんだろうな、持っててそのうわ軽いともならないし、あ細いねっていう、本当にそこしか僕の中ではですね注目ポイントがなかったなと思います。まあ、あとは素直にねこの赤っていうねこの軸はめちゃめちゃかっこいいなと思いますけども、このノック部分に関しては僕的には好みではないかなって感じですね。でもねめっちゃかっこいいのよね正直。今蓋開けてみたんですけども、ここですね皆さん、シャーペンだったら消しゴムついてるかなと思ったら、このシャーペンは消しゴムがついてないですね。もしかしたらねこの極細にしちゃうことによって消しゴムがねまあ入れることができなかったみたいなこともあるかもしれないですね。まあこれぐらいで、シャーシンはですね1本入ってますね。これ親切ですね。でノックの音聞いていただきましょう。せーの、よいしょ。あ、結構音はでかいんだなと思いますし、しっかり押してる感じのノック感でございますね。結構気持ちがいいかも。このね押し具合っていうのもですね、文房具それぞれによってですね音も違えば、その押す力の感覚っていうのもやっぱり全然違ってくるので、僕の中ではこのノックのですね押し具合っていうのは結構好きなノックでございました。でも僕ね結構手汗っかきなんですけども、手汗見えるかな、手汗はさすがに見えないか、結構僕手汗っかきでもうねベトベトし、ベトベトっていう言い方汚ないな、まあいいか、ベトベトしてるんですよ。ベトベトしてるとですね、このねノック部分のこのねビーズみたいなですね、この丸い部分が結構ツルツルしてですね、なんか滑っちゃうなっていう感じがする。まあその滑っちゃうっていうのは別にですね、まあ気にならない方は気にならないと思うんですけど、ちょっと僕はですね押しにくさっていうのは感じるかなと思います。でもノックしてみるとですね結構気持ちが良くてですね全然問題ないと思うんですけども、僕ね手汗っかきだから、そこはですねちょっと滑るなっていうね、本当に僕だけのね問題かもしれないんですけどね。まあ、手汗の方ね、手汗よくかく方はもしかしたらですね使いにくいかもしれないですね。同じようなね方がいたらですね参考にしていただけると嬉しいなと思います。でね、ペン先の方はですね見てみるとこのような形で、シャーシンが出る部分のですねノズルっていうか、このねちっちゃい部分でありますね。この部分に関しても、まあシャーシンをですね守ってくれるように、まあ若干ね一般的なシャーペンよりもちょっとね短い気はしますね。ここのね見にくいと思うんですけど、ここの部分ね、このちっちゃさっていうとこ、これはですね若干短いような気はしますけども、まあ、一応ね写真は守られてるんじゃないかなと思います。そして中身ちょっと開けてみますか。開けてみたいけど、あ、開けれるわ、簡単に開けれた。ちょっと開けてみますね。せーの、よいしょ。あ、結構回すね、結構回しますけど、お、こんな感じですね。まあ、文房具ってね結構ね解体であってるのかな、その壊してみるじゃないね、ちょっとですね部品を外してみるとこんな感じですね。中身がそれぞれですね結構かっこいいんだよね。これまたですねめちゃめちゃかっこいいなと思います。中身がですね、中身もかっこいいし、まあこの色がですね、なんて言ったってめっちゃかっこいいんだよね。だからマーベル見る人だったらわかるかもしれないですけど、アイアンマンみたいなね色してますからね。これアイアンマンとの限定のコラボ商品だよって言ってもですね、もしかしたら信じる方いるんじゃないかっていうぐらいですね、結構アイアンマンっぽいねカラーになってるかなと思います。あとはですねこのクリップ部分ですね、クリップ部分に関してはめっちゃ強いかもしれない。めっちゃ強くてですね、これね手帳に最適って書いてたので、僕がですねよく使ってる手帳はですねもうこちらの手帳なんですけども、これに関してはですねもう 7,8 年ぐらい使ってんじゃないかな、この手帳ね。ちょっとつけてみますね。よいしょ。つけにくいかも。ちょっとつけにくいですね。これ待って、ちょっとつけにくいぞ。つけにくいので、あ、できて挟んで、ちょっとやってみますね。せーの、あ、めっちゃ強い、
めっちゃ強いので、一回ですねついてしまえば問題ないかなと思います。でも正直僕手帳にねこういう感じでボールペン挟まないんだよね、まあ、筆箱にね、筆箱じゃないんだけど筆箱にですねこういう感じで、僕の筆箱今こんな感じですね。ちょっとガリガリ君ね入ってるんですけど、まあこのガリガリ君はですね多分紹介してると思うのでね、まあいいと思います。こんな感じでですね、まあ、使う時にこうやってね取り出すって感じなんですけどね、まあ、これがちょっとあるっていうことで、まあ文房具っていうか僕がよく使ってる筆箱の中身はですね今度はねゆっくりご紹介できればなと思います。結構ね文房具も揃ってきてるので、その文房具のですねベストメンバーみたいなねご紹介できればなと思いますね。そちらはねめちゃめちゃ楽しみにお待ちいただけると嬉しいなと思います。じゃあね 0.5 ミリのですねこちらの極細シャーペン試し書きします。こちらはですねダイソーさんのスケッチブックですね。こちらも紹介させていただいてるので、気になった方はそちらもよかったら動画見てみてください。せーの、よいしょ。あ、書きやすいけど、今まで持ってたシャーペンとですね、やっぱり細さっていうのがもう極端にこの子がですね、細すぎて、なんかね、違和感を感じるですね。違和感を感じるですねって、なんか変なね、言葉遣いになりましたけども、まあ、使ってたら慣れんのかな。僕はですね、手汗書きっていうこともあって、このね、ボディっていうのが結構ステンレスらしいんですよね。このステンレスだから、結構僕はですね、なんかね、ツルツルしててですね、ちょっとね、書きにくさっていうのはあるのと、あとね、やっぱりですね、このね、まあグリップ部分っていうのが結構ですね、その滑り止めっていうものがないので、正直ですね全然ね支えられないかもしれない。そういうのをですね考えると、やっぱりですね、まあ普通に一般的なシャーペン使った方がいいのかもしれないんですけども、書き味としてはですね全然問題ないかなと思います。ただしね、やっぱりステンレス製ということでまあ硬いんだよね。硬いから、僕ね結構筆圧強いってね、もう YouTube でですね何度も言わせていただいてるんですけども、筆圧強い系だと結構ここに力入れてしまうと、もうここ痛い、ここ普通に痛い、これめっちゃ硬いのよ。もうこの音聞いてほしいですね。こんぐらいのですね、結構重たい音がしてるので、力強く握ってしまうとですね、結構腕がですね、腕っていうか指がね、痛くなるので、まあそこはですね、もう力加減だと思うんですけど、僕はですね、やっぱり絵描いたりすると、ちょっとね、力をですね、入れて描きたくなるっていうのがあるので、そこに関してはですね、ちょっとね、ここのグリップ部分がちょっとね、気になるかなと思っております。まああとはノック部分に関しては、音に関してとかね、ノックの感じっていうのはめちゃめちゃ良かったなと思いますけど、まあこのボールの部分が僕はですね、あんまり好きじゃないのと、まあ、ここのねクリップ部分に関してはですね結構強めでですね、しっかりですね手帳とか挟んでくれたので、ここに関してはめちゃめちゃ良かったなと思います。あとはねこの軸のボディの色ですね、これはめっちゃかっこいい、これは正直かっこよすぎてですねビビってますね。これが普通サイズであったらめっちゃもっとねなんか輝かしいというか光沢感でね、めっちゃ高級感できるんじゃないかなとか思ったりもしております。まあ、あとはですねこのねペン先の部分に関してもですね、問題なくね写真が折れるかなとか心配ありましたけども、別にですねちゃんと写真もですね全然折れずにですね描けたので、まあ良かったかなと思います。まああんまりね芯出しすぎると今みたいにね結構折れてしまうっていうのはあるんですけども、そんな芯出さなかったらですね全然ね折れる感じはしないので、まあそこに関しても OK かなと思っております。まあね僕自身がですね久々にシャーペンを使ってですね絵を描かせていただくっていうことで、まあどんな絵になるか僕もねちょっと気になってる部分ではあるので、ぜひですね皆さんねアートの世界でですね、まあシャーペン画っていうですねアートもありますので、まあ良かったらですね、皆さんもですねおうちのシャーペンを使ってですね絵描いていただけると嬉しいなと思っております。ではね早速ですが皆さんと一緒にですねこちらのですねダイソーで発売されております極細シャーペンを使って絵を描かせていただきたいと思います。どんな世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひですねこちらで、ね、探していただいたらですね、まあ僕が言ってることはわかるんじゃないかなと思いますけども、まあ皆さんね手汗っかきの方はですね結構持ちにくさっていうのは僕は感じてしまったので、手汗書きの方にはおすすめしないかもしれないです。で皆さんアートの世界楽しんでください。バイバイ。 Thank you。